今日この後はまた何かされるんですか？帰って、はい、編集してあげなきゃいけないけど一休みしてからにしてくださいね。そうですね、はいはい、ちょっとせっかくこう体がリラックスしてもすぐやっちゃうと疲れ取れないんで。そうです。コラボどうかな。まあまあちょっとやっぱ体と相談しながらですよ。そこはまたなりますよ無理してると、結構もう目痛くなってきちゃったりしませんか？目は感じないですか？そんなに感じないですけどね。編集長くやってると腰とかももちろんですけど、なんか目が辛くなってくるのが私はあるんで。ああ、うん、目に来たことはあんまないですよね。その分多分なんか他に感じやすいでしょうね。お、これ痛いですか？ちょっとすごい力入りますね。両方とも腿が結構痛いところになっちゃってるんですね。そうです。今強くないですか？全然大丈夫です。はい。やっぱりなんか以前に比べてこう過剰な反応というかグッて力入りますね。だから結構普段からこういう感じになってるのかもしれないですね。そうですね。リラックスできてなそうですね。そうですね。今度横向きですね。はい。はい。
バナカンですか。どうぞどうぞ。はい。じゃあ箱にしていただいて。あ、なんかハンカチ、あれ、一緒にこっちに置いときましょうか。あ、その方がいいですか。あ、わかりました。はい、すいません。なんかもう、鼻炎がもう、あ、そうなんですね。きつくないですか？大丈夫。はい、そうですね、そうですね、うわ、ほほほほ、普通あんまり硬くならないようなところが極端に硬いですね。
力の入り方だとか体の使い方が、ね、普段と違っているんですよね。おほほ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 、鼻が詰まってるってことは腕凝ってるんで、の硬さも取ってあげないとちょっと深い呼吸ができないままになっちゃうかなと思うんですよね。痛いですね。すいません。手首がだいぶこう癖がついちゃって固まってますね。やっぱちょっと体のことを思ったらなるべくなるべくというか、もっと減らさないといけないかなと思いますね。横ばいなのは多分ちょっとまだまだ辛いってことだと思うので。あと四つん這いとか普段なることあります？ないですね。ないです。あの腰に負担かかんないの四つん這いがいいんで、その状態でちょっとこう脇をストレッチしたりですとか、あの腰をこう回すようにしてりとかしていただいてると、はい、あの腰の動きが滑らかになってきたりですとか、はい、はい、体の、まあ、柔らかさが出て、あの動きが楽になってきたりっていうふうになると思うんで、はい、ちょっとあのやっぱりあれですね、ご自分で体にもうちょっと向き合っていただかないと、ね、ちょっといろいろそのあれをやらなきゃこれをやらなきゃでやっちゃってると治るものも治らないだろうという感じですね。緊張が強いのでもう少しリラックスしてあげないと体が、力を発揮できないんじゃないかと思います。この反対横向きですね。はい、よいしょよいしょよいしょ、はい、よいしょ。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。哲也さんのチャンネルもありまして、いろんな方とねコラボをされたりとか、はい、体に悪いこともいっぱいやってますちょっとねご興味ある方はそちらをご覧ください。よろしくお願いします。はい、 See you。